さんこんにちは、ミニチュアピンシャーアイビーのためにドッグトレーナーの資格を取ったアナウンスです。今日はですね、犬を悲しませてしまう行動っていうのをご紹介、5つねご紹介しようかなと思います。まずその1が犬をね無視することです。ワンちゃんってやっぱりこう構ってほしい、群れで生きる生き物なので無視されることが本当に苦痛なんですね。アイビーなんかだとね、他の動画で上げてたと思うんですけど、もう無視されるより怒られた方がいいって思ってるぐらい構ってちゃんなんですよ。それぐらいね、無視するっていうのは犬にとって結構精神的負担が大きいので、ちゃんとね、構いすぎはもちろん良くないんですけど、無視するのはね、やめてあげてください。そしてその2、騙すことです。例えば、餌をあげようとしてあげなかったりとか、たまにやる人いますけど、そういうふうにワンちゃんを騙す行為をすると信頼関係が崩れてきます。人間でもそうですよね。一緒に遊ぼうって言って遊んだ途端、なんか騙したというか、お金だけ持ってかれたとかさ、すると、もう信じれなくなるじゃないですか。そういう風に信頼っていうのは犬も人間もそうだと思うんですけど、気づくのは時間かかっても失うのは一瞬だと思うんですね。なので、ぜひ皆さんワンちゃんね、騙すことはなるべくしないであげてください。可愛いからね、やっちゃうこととかもあるかもしれないんですけど、なるべくね、信頼はちゃんと築いてあげてください。そしてその3が、怒ること。当たるっていうのかな、どちらかというと。怒ることは、しつけをやる上でもちろん悪いことしたらね、怒んなきゃいけないです。だから必要ではあるんですけど、むやみに怒るとか、ちょっと自分の機嫌が悪いから犬に当たったりとかする人いると思います。もうこれはね、本当に、犬もね、自分が悪いことして怒られてんだったらわかるんだけど、何にもしてないのになんでこの人怒ってくるのっていう風になってしまうんですよ。そうすると、人間と一緒ね、犬もね、自信なくなってきちゃうし、常に不安、怖いっていう、ストレスが溜まった状態で生活しなきゃいけないんですね。なので、それが吠えたりとか、噛んだりとかっていう行為にもつながってきます。だから、むやみやたらに怒ったり当たったりとか、自分自身がね、イライラした状態で過ごすのは犬にとっても良くないんですね。なんで皆さん自分のストレスはちゃんと解消してください。自分のストレスコントロールの仕方について私メインチャンネルでそういったお話よくやってるので、よかったらストレス解消戦略とかもやってますのでそちらの方も見てみてください。そして、4つ目の、犬を悲しませてしまう行動というのが、トリミングをしない、トリミングというのか、もう綺麗にしてあげてない状態のことですね。これ私が実際にその保護犬の、ランタンさんのお手伝いしてた時に、見たんですけど、キャバリアっていう犬種で耳の毛がすごい長い犬種があるんですね。だからトリミングとかちゃんと耳の毛切ったりとかしてあげなきゃいけないんですけど、ある夫婦が飼われていて、もう放置しすぎて、トリミングとかにも行かなかったから、もうここね、コンローっていうんですか、外国人みたいな感じの、もう絡まっていい、こんなんだったんですね。そうなると、犬がね、悲しいっていうのか、本当に もう動けないし、こう食べる時も汚いし、臭いし、犬自体がこうどんどんこう生活の質が落ちていってしまうんですね。だから非常にこれ悲しませる行動につながるんじゃないかなと思います。なんで、犬自身をねちゃんときれいにしてあげるっていうのもそうだし、犬のこうケージ飼育環境とかもですね、ちゃんとある程度整ったところでやってあげるっていうのが大事になってきます。で、5つ目の、行動っていうのが飼育放棄ですね。これ一番本当にやめてほしいなとは思うんですけど、中にはね、犬に限らず猫とかいると思うんですが、やめようってこう、犬を飼ってるのにも関わらず餌をあげないとか、トイレに行かせないとか、そうすると本当にどんどん犬って悲しんでいってしまいます。で、これ実際にそのいろんなワンちゃん見てきた中でめちゃくちゃ表情が変わるんですよ。犬の例えば保護した時の顔と、ちゃんと里親さんとかにもらって幸せになった時の顔って変わるんですよ。だから人間もそうかもしれないんですけど、本当に犬も生き物で感情をちゃんと持っている生き物なので、それだけやっぱり適切な飼い方をしてあげないと悲しんでいってしまいます。で、やっぱりそういう風に犬がね悲しい気持ちになったり不安な気持ちになってくると、それがねまた問題行動となって現れてしまって、余計人がね寄りつかなくなってしまうので、本当に今言ったような無視するとか騙す、そして怒ったり当たるでトリミングとかしない飼育放棄っていうのは、やめてあげてほしいなと思って動画にさせていただきました。あんまりね、こういうことを明らかにしないよっていう人もいるかもしれないんだけど、やっぱり自分の機嫌がこういい時はもちろんしないんだけど、機嫌が悪い時とか自分に例えばお金の余裕がなくなった時に飼育放棄しないかっていうところがちょっと心配なので、犬をねこれから飼う方も今すぐだけじゃなくて、ちゃんと5年後10年後
下手したらまあ20年先までね犬生きてるワンちゃんもいますので、大丈夫かどうか、ちゃんとこの辺ねせずにできるかどうかっていうのを考えた上で飼ってほしいなというふうに思いました。ということでね、以上犬を悲しませる行動、5つでした。また好評だったらこういう件をね動画にしていくので、ぜひ高評価そしてチャンネル登録で応援よろしくお願いします。ではバイバーイ。